えー、6歳の頃から突発性難聴で右耳が聞こえなくなりました。障害者手帳が欲しいのですが、左耳が問題なく聞こえるのではもらえませんでした。何か良い方法があれば教えてほしいです。嘘ついてください。あの、左耳の方が結構聞こえづらいっていうので、あの、聞こえてても聞こえないふりをするみたいなのをやると。 いいんじゃないかなと思うんですけど、ただ、あの、ガチのお医者さんとかだといきなり、とかのこう音を鳴らして、ビクっとしたら、ほら、聞こえてるじゃんってやったりするので、あの、なるべく、あの、ガチじゃないお医者さんを見つけるといいんじゃないかなと思います。要はあの、あの、ダラダラと言われたら、じゃあ、配信なしを書きますみたいな流れ作業をやってくれるような、あの、やる気のない先生を見つけるといいんじゃないかなと思います。